レスター・カーニーはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。彼は1960年に開催されたローマオリンピックの200メートル走で銀メダルを獲得した。オハイオ大学でフットボールの選手として活躍していたが、短距離走選手としても知られていた。1959年には AAU 主催競技会で200メートル走3位、NCAA 主催競技会では220ヤード走で同じく3位となり、同年にシカゴで開催されたパンアメリカン競技大会の200メートル走では2位となっている。1960年、AAU の200メートル走競技で2位となり、ローマオリンピックへの最終選考会では、メルボルンオリンピックで100メートル競走と200メートル走で2冠を達成した実績を持つボビー・モローを破って、オリンピック代表入りを果たした。ローマオリンピックでは200メートル走にのみ出場し、一次予選は21秒1、二次予選は20秒9で、それぞれ1位で通過し、準決勝では21秒1で3位となって決勝進出を果たした。決勝では20秒6の記録でイタリア代表のリビオ・ベルッティに次いで2位に入って銀メダリストとなった。なお、1958年にボルチモア・コルツにドラフト指名された経験があるが、プロの道には進まず、オハイオ州アクロンで大手スポーツ用品会社のバイヤーとなった。91.44 メートル。201.168 メートル。パンアメリカンゲームス2010年11月20日閲覧。アスレチックスアットザ1960ローマサマー。ゲームズ。メンズ200ミターズ2010年11月20日閲覧。このチームは NFL に加盟しているインディアナポリスコルツの前身である。ありがとうございます。